はい、ということでね、今回の動画ではちょっとお知らせがあります。タイトルにもある通り、僕が間違っていました。これはね、どういうことかっていうと、最近の動画をね、見てもらった方はわかると思うんですけども、僕ね、最近毎日3本投稿で、ノー編集なんですよね。全くもう編集もしてない状態で動画を毎日3本上げてたと思うんですけども、それをやめにします。よく考えたところ、前までちゃんと編集して動画、多くて毎日2本、少なくてまあ毎日1本で、まあ、普通に毎日投稿みたいな感じでやってたと思うんですけども、いきなりそれがね、 編集なしで毎日3本にしてちょっとね視聴者さんからもね結構不満が出てきてて編集ちゃんとしてほしいとかあったんですけどまあ最近ちょっと僕もねいろんな新しいことに手を出してて僕の中で結構パンクしてる状態になってたんですよねでもねちょっと思ったんですよね僕は YouTube がやっぱり一番大事で YouTube が一番の根っこになってきてるので YouTube おろそかになってるんじゃないかなって思いましたまあ自分ではおろそかになってないって思って てたんですよ前まではでもちゃんと考えてみたらなんか初心の気持ちを忘れてるんじゃないかなって思ってちゃんと編集もしっかりして満足できた動画を配信していきますこれからだからちょっとねこの動画もね久しぶりに動画をあげたと思うんですけどもちょっと準備期間として長くて2日3日ぐらいかな休ませてもらいますでそっからちゃんとクオリティの高い動画しっかりとした前みたいに編集もちゃんとした動画を出しますでなるべくマインスに近い形でやっていきたいなって思ってるのでファッションの動画をねしっかりあの編 編集してまあ、ファッション以外の動画もね、たまに上がるかもしんないんですけども、ちゃんとね、前の写真の気持ちを思い出して、ちゃんと編集した動画をね、ちょっとこれからまた投稿させてもらおうかなと思ってて、投稿本数なんですけども、3本投稿もやめて、えっと、1日1本、まあ、多くて2本上げていきたいなって思ってます。もしかしたら、2本投稿にするなら、前みたいな形で、1本はノー編集、2本目は、え、ちゃんとした編集みたいな感じでやって、で、1日1本の時は、その1本の動画は絶対編集してあるみたいな感じで、え、やっていきたいなって。 思います。だからまあ、要はプラスアルファでもう一本上がるときはー編集の動画上がりますよ、みたいな感じでサブチャンネルに上げる動画を上げていきますよ、みたいな感じでやっていきたいなって思ってます。だからね、結構前みたいな、毎日日本投稿してたみたいな時期と同じような感じでやっていきたいなって思ってるので、ぜひ皆さんね、ご理解よろしくお願いします。 本当にね、最近いろんなね、動画が上がらない期間が多かったり、本当に僕がいろんなね、新しいことに手を出して、結構パンクしてる状態みたいになっちゃってて、本当に手が回らない状態にもなってたなーって、客観的に見て思ってます。はい、でもね、やっぱり僕は YouTube が一番大事なんでね、YouTube をしっかり大事にして、視聴者さんとのね、コミュニケーションもしっかり大事にしていきたいなーって思ってるのでね、ぜひね、ちょっと皆さん、まあ、2日3日間ぐらいね、ちょっと待って,てください。しっかりとした動画をね、また上げていきますので、で、投稿時間は1本しか上げない時は21時、2本上げる時は18時半本目、 えっと21時2本目だから前みたいな形やかな2本上げる時は18時半にサブチャンネルに上がりの動画が1本上がるということでそんな感じでねまあそれはノー編集なんでねはいまあ、そんな感じでやっていきたいなって思ってますで21時に上がる動画は絶対編集してあるのでそこはね皆さんねご理解お願いしますということでもう一回ねここからね気合入れ直してやっていきたいなって思ってるので皆さんねぜひ見守っていただけたらなって思いますということでえー、じゃあそんな感じでね次の動画をお楽しみしてください、えー、ご視聴ありがとうございました